パルテノン神殿。アテナイのアクロポリスに立つアテナ女神に捧げられた神殿で、ペルシア戦争に勝利した後に、将軍ペリクレスによって再建がなされ、今あるような姿となった。デロス島。前世紀のアテナイは、このデロス島に金庫を置いて、デロス同盟を支配した。画像は、紀元前7世紀に、ナクソス人が奉納したと伝わるデロス島のライオンの回廊。 ギリシア悲劇の黄金時代。境するアテナイでは、アイスキュロス・ソフォクレス・エウリピデスら悲劇詩人が活躍し、彼らの作品は多くの観衆の涙を誘った。画像は、ソフォクレスの悲劇でも有名なオイディプスと怪物スフィンクスを描いた赤い色陶器、ライバーの墓。マグナグライキアの都市パエストゥムの近郊で発見された墓で、 この時代の風俗を描いた貴重なフレスコ画が残っている。テルモピュライの悲劇。ペルシア戦争でスパルタをレオニダス一世とその配下の兵士がペルシア軍100万人に対し300人で奮戦したが、刀折れや尽きてあえなく玉砕した。画像はレオニダスの肖像彫刻として伝わる重層不評の大理石像、スパルタ考古学博物館像、万国の門。 ペルセポリスは、ダレーオス一世以後も拡張が続けられているが、その北西に設置されたのがこの門で、ペルシア語、エラム語、バビロニア語の巫女語で、君主クセルクセス一世と、神アフラマズダへの来参が記され、クセルクセス門とも呼ばれている。釈迦浄道の聖地、ブッダガヤ。八大聖地の一つとされ、大膨大寺には多くの信者が集まる。儒家の講師。 政治的には不遇だったが、論語にまとめられたその教えは後世に大きな影響を与えた。画像は、党のご道元によるもの。総合一坪。中国の湖北省随県で発見された、戦国時代初期の墓で、青銅製の霊器のほかに多くの副葬品が発掘された。 画像は総重量 2567kg で65個の金からなる編称で完全な形で残っており、現在は中国の一級文物となっている、モンテアルバン、メキシコ南部オアハカにあるサポテカ文化を代表する遺跡。紀元前5世紀までにはオアハカ盆地は政治的に統一され、踊る人々の神殿が着工された。画像は神殿前に置かれた踊る 人々の石彫り。紀元前5世紀は、西暦による紀元前500年から紀元前401年までの100年間を指す世紀。ギリシア共和制、ローマ。ありがとうございます。